マリアーノ・ダンカン・ナラスコは、ドミニカ共和国サン,サンペドロ・デ・マコリス州サンペドロ・デ・マコリス出身の元プロ野球選手。シンシナ・キレッツ時代大リーグ時代は1994年にオールスターに選出される。また1990年にはシンシナ・キレッツで、1996年にはニューヨーク・ヤンキースでワールドチャンピオンを経験した。元横浜ベイスターズのグレン・ブラックスは、 レッツのワールドシリーズ制覇時のチームメイトである。また、中日ドラゴンズ入団当時の立浪和義は、目標とする選手として、当時ロサンゼルスドジャースの声優劇手だった、ダンカンの名を挙げた。1998年、大リーグ通算1247安打の実績を、買われて読売ジャイアンツに入団。シーズン当初は、 満塁ホームランを2本放つなどパワフルな打撃を披露した。しかし確実性に乏しく、さらには内野の守備に難があったため、徐々に出場機会が減少した。さらには、起用法をめぐって、長島茂雄監督ら主脳人との確執もあり、1年で退団した。1999年は、独立リーグアトランティックリーグのブリッジボートブルーフィッシュでプレーし、 現役を引退した。2006年から2010年まで、フルスドジャースの一類ベースコーチを務めていた。2011年から2年間は、AA 級テネシースモーキーズ。2013年から2年間は、AA 級デートナカブス。2015年からは、AA 級マートルビーチペリカンズと、いずれもシカゴカブス参加のマイナーで、打撃コーチを務めている。ありがとうございます。